ドリームチェイサーです。今回はこちら、秘密のココタマのココタマ大集合スペシャルセットを紹介します。数量限定のココタマ9人セットです。単品で持ってる方も多いと思うんですが、それぞれ表情が違ってとっても可愛いココタマたちと、そのココタマに合った卵ですねもくっついてるセットになっています。今回はこちらでちょっと遊んでいきたいと思います。では早速裏を見てみましょう。あ、横にはこういう風にいろいろ中に入っているセット内容が書かれてますね。ココタマたちと隠れタマと契約書という中身になっているようです。はい、中に入っているキャラクターは全員で9人。ラキタマ、メロリー、おしゃき、キラリス、モグタン、ゲラチョ、サリーヌ、パリーヌ、ミシルとなっています。たくさんのココタマを集めるとお人形遊びがもっと楽しくなりますね。ここまで揃えるとかなり大きくなるんですが、うちにはとりあえず、このスターターセットのようなココタマハウスがあります。まだこの部分は買っていないので、そのうち増やしていこうと思います。はい、では早速開けていきましょう。すごい。はい、こんな感じに上に透明の蓋がくっついてる感じですね。すぐ取れるのかな。などで貼られてることはなく、パチッとこう四隅で止まってる感じですね。中から出していきましょう。真ん中には一緒にいると素敵なことが起こるかもと書かれた紙が入っていますが、この下に契約書とか入ってたりするのかな。あ、そうでもなさそうですね。あ、契約書はこちらにありました。紙の裏側ですね。それぞれここにはキラリス、ソケラチョとモグタンがありますけれども、はい、その他のキャラクターの契約書はこのように入ってますね。ココタマ契約書、人間の名前ということで、お子様たちの名前を書いてあげるといいと思います。全員分ありますね。はい、では中から取り出してしまいます。はい、中から取り出したのがこちらになります。卵ちゃんたち、普通に立たせることもできますね。はい、それぞれの卵はこのように転がさずに立てることもできます。下が少しだけ平らになってるんですね。この面をうまく下に向けてあげるとちゃんと立たせることができます。はい、それぞれのお人形を見ていきましょう。こちらラキタマです。かわいい。はい、元気のいいラキタマ、このように卵の中に入れることができます。こちらのココタマを開けるときにはこのように軽く押し当ててあげると少し開きやすくなるそうなんですけど、私はちょっと苦手なのでいつも押しちゃってるんですけれども、本当に卵を割るようにコンコンとやると、このようにうまくやるとひびが入るようになるので、そうするとパカッとうまく開けれるような仕掛けになっています。はい、ラキタマです。このように人形を入れた状態ではちょっと立たせるの難しいですね。バランスが悪くなって倒れてしまいます。はい、中にしまっちゃいましょう。はい、続いてこちらはメロリー。メロリーもとっても可愛いですね。音符の尻尾がついています。こちらは、他の食玩でゲットしたものなんですけれども、若干なんですけれども、今回の方が、ミルキーな感じの色になっていて、可愛らしさもアップしている気がします。はい、メロリーはピンクの卵に入っていました。メロリーらしいですね。
とっても可愛いです。はい。では続いて、こちら、ゲラチョ行きましょう。ゲラチョ、にっこりマークがとっても可愛いです。はい。前期のコードみたいな、尻尾がついています。今まで持っていたのは、このようなキラキラお目目で、こっちも可愛かったんですけれども、こっちのゲラチョの方が、らしい感じがしていいですね。はい。恐竜のような髪の毛というか、もついてますね。はい。ゲラチョでした。ゲラチョは緑色の卵です。はい。続いてこちら。キラリスいきましょう。キラリス、かわいいですね。とってもかわいいです。はい。このウィンクバージョンは、以前手に入れたものもあるんですけれども、やっぱりこちらの方がちょっと可愛いお顔になってますね。口元がはっきりしていて、キラキラもちょっと大きめです。この、冠のところの色もはっきりしていて、特にこの後ろの口紅がとっても綺麗な色になっています。はい、今回はやっぱ特別な感じなんですかね。キラキラも倍増です。はい。足元もこのようにちょこっと見えて、で、いつものと違いが出てますね。パープルの卵に入っています。こっちですね。はい。パカッと閉めちゃいます。そして、このピンクの、ちょっとビビッドな感じのピンクの色の、卵に入るのはミシル。ミシルも可愛いですね。はい。こちらは3、4、6バージョンのミシルですね。はい。こんな感じになっています。このミシルに関しては、こっちの方がちょっと後ろのマークがはっきりしてていいなと思ったんですけれども、まあこの可愛いお顔ですからね。買ってよかったなと思います。はい、ではミシルも入れてあげましょう。はい、そしてこちらはサリーヌとパリーヌ。サリーヌとパリーヌは二人で一つの卵しかついていないんですが、二人がこの中に入るわけではないので、どちらか片方をしまってあげる形になります。どうやったら二人しまるんだろう。二人は入んないですね、どう考えても。一人だけ選んでしまってあげましょう。サリーヌの方がこちらのピンクの髪のお姉ちゃんみたいな感じですね。で、パリーヌの方がこっちの男の子っぽい方ですね。男の子かな。二人合わせてさっぱりということで、リンスインシャンプーの神様になっています。かわいい。ちょっと眠そうな顔ですけれども、にっこりしていて、いつもみたいにおどおどした感じの顔じゃなくて、これはこれでかわいいですね。はい。では、こちらのパリーヌの方をしまっておきましょう。はい。そして、うちの子たちの大好きなモグタン、フォークの神様です。お尻がフォークになっています。はい、コックさんの帽子もついてますね。いつものモグタンがこんな感じ。モグタンのぷっくり具合は変わらずで、可愛いですね。はい、あまり変化はなしかな。このコックさんの帽子のところが、ちょっと、あれですね、こっちの方が、細いラインになってるくらいですかね。はい。でもこのニコニコ笑顔で可愛い感じのモグタンは今回限定かな。とっても可愛いです。モグタンは黄色い卵。はい、しまってあげましょう。はい。モグタンは、ちょっと頭が引っかかりやすいので、このように横にした状態で締めてあげた方が締めやすいかもしれません。はい。ラストはおしゃきです。おしゃき。にっこりしてますね。はい。手持ちのおしゃきちゃんと比べると、こっちの方が、今回ゲットした方がマットな感じの色合いの、水色になっています。いつもの方がピカピカした感じですね。色的にはこっちの方が実は好きだったりするんですけれども、こっちの今回の方は今回の方で柔らかいイメージになって、これも可愛いのかなと思います。はい、お尻の辞書もそんなに変わらず、こっちの方が新しい感じがしますね。
若干頭のハートが大きいかなという感じはしますね。頭のメガネのところがはっきりしてますね。うん。こっちもやっぱり可愛いな。どっちも可愛いけど。はい、おしゃきは水色の卵です。はい、では最後にこの卵たちをちょっとココタマランドで転がしてみたいと思います。うまくいくかな。あ、こんな感じで転がるんだ。もっとコロ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 っと卵の転がりが見れるかなと思ったら、スルスル滑っていく感じですね。ココタマたちはこちらの、ローラーのついたタイプの卵で滑っていた方が可愛く滑れますね。こちらのセットも一緒にするとさらに遊びが楽しくなります。はい、というわけで今回は秘密のココタマのココタマ大集合スペシャルセット、数量限定のココタマ9人セットを紹介しました。こちらちょっと売っているお店を探そうと思ったんですが、なかなかイオンとかで見つからなかったので、Amazon さんなどではまだ取り扱っているようなので、欲しい方はチェックしてみてください。では、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。